とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も張り切ってタワー4周やっていきましょう。シーズン4ですね。1、2、3の中で一番簡単だった場所だね。最初初見ではちょっと難しかったんだけども、まあ1回2回とやるにつれて、まあ楽さが分かってきたよね。敵は多いんだけども、装備は整ってるし、あとボスもワンパンできる21回までという短さ、もう楽勝だね。この2週間は早く終わりそうです。では4週目の1回目、何が出るでしょうか。まあ今日はそろそろなんか欲しいな。微妙か。ちょっと待って、スペルラン、ああそうか、ああそう、そうか、そうだな。なんか今さ、コモンがユニークっていう表示になる不具合みたいなのが出てるでしょ。それかなと思ったけど違った。どうしよう、全部いらないな。まあまあ汚れを売りましょう。2周目いくぞ。それでは2周目いきましょう。まあね、18分ぐらいでここまで来れるんで、はかどる、はかどる。ちょっと前まではね、ここをクリアするのに30分ぐらいかかってたのが半分ぐらいでいいからね、だいぶね周回がはかどってます。いやー、バーストゲイル弾が持てないんだよね。お得ではあるのよ、もともとロールチャージかなんかついてるんで、お得ではあるんだけどね。いやー、でも弾数そこそこ持てるね。そこそこ思った以上に持てたわ。バブルとあんま変わらんぐらいか。ああ、なら狙いやすいかもね。バーストゲイルのバーストボーストリングでしょ。で、アーティファクトチャージ、あ、いや、アーティファクトチャージじゃねえや、クールダウンショットだ。それがつけば大当たりだもんね。もともとロールチャージついてるから。ああ、まあまあ、とりあえず今んところいらんかな。ささやくをお供え物です。次、それでは3周目です。どうでしょうか。なんか途中どうしてもね事故るんだよな。ちょっと事故らないように行かないといけませんね。ではどうだ、サクッと行こう、サクッと。何、止まった、なるほど、止まった時はいいの出て。回復がついてないね。ダイナモはついてるから意外と使い道はあるかなと思ったけども、いやー良くないね。いまいちだと思う。魂はもともとから使えないでしょう。スタをお供え物かな。はい、ではラスト4周目いくぞ。それではラストいきましょう。最後はね普通に倒そうか。あ、やっぱやめたやめた、めんどくさい、普通に倒さない。はい、では最後いいの出てください、お願いします、頼むよ。まあ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 、クールダウンはもともとついてるから他のエンチャだね。でもまあ一個いいのは持ってるけども、どうだ。いいぞいいぞいいぞ、アーティファクトシナジーついてる。まあ2だけどね、2だけども、7%回復ぐらいじゃなかったっけ、2だったら。
で、雷フォーカス、火炎フォーカス、で、真ん中が、霊気とかでもいいのかな。激光とかでもありかな。まあ、使えるよ。全然使っていける。そうね、毒と棒を入れても悪くないかもしれない。オッケー。とりあえず、これにしときましょう。まあ、当たりでしょう、これは。はい、ということで、戻ってきました。今日最後の最後にね、なかなかいいやつが出たかと思います。まあ、今回のタワーは、本当にね、周回しやすいので、いいやつをゲットするチャンスかと思います。もう俺もどんどんね、周回していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。